豊かな自然、独自の文化が息づく秋田県。北国の温かい人柄で訪れる人をもてなします。中でも秋田ならではの文化に触れる教育旅行コンテンツは、子どもたちにとってきっと忘れられない思い出になるでしょう。秋田を代表する2つの体験施設、仙北市のわらび劇場と小坂町の後楽館、そして人気のローカル線秋田内陸線が走る里山劇場となり地域をつなぎます。その名も、心が動く笑顔になれる秋田の三大劇場。こんにちは、劇団わらび座の小松志乃です。出身は秋田県由利本荘市です。さて、私が案内するのは劇団わらび座で体験できる教育旅行のメニューです。体験の舞台は劇団わらび座が拠点とする秋田芸術村。ここは劇場、稽古場、ホテル、レストランなどが隣接する文化と観光を融合した他に例を見ない施設です。周辺は気持ちのいいのどかな風景が広がっています。体験、宿泊、食事が一連して行うことができ、プロの劇団員が受け入れを担当するわらび座教育旅行、そのテーマは人間と出会う旅。40年以上の歴史を持ち、通算30万人の生徒さんをお迎えしています。到着した生徒の皆さんを最初にお迎えするのがわらび座ミュージカル。心に響く歌声、胸を打つストーリー、伝統芸能を取り入れた本格ミュージカルを通して子どもたちの感性を刺激します。そしてミュージカル鑑賞の後はお待ちかね、踊り体験です。私たちわらび座の俳優がインストラクターとなり踊りを指導します。曲はわらび座ソーラン。北海道のニシン漁で歌われていたソーラン節を現代風にアレンジしたノリノリで楽しい踊り、自然と体が動き出すこと間違いなし。せーの、パッ。さあ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 、イエイイエイ、はいはいはい、ついたぜ、イエイイエイしました。仲間と一緒に踊りを体感することで、体を動かす爽快感を感じながらチームの連帯感を養うことができるんです。かつてニシン漁の際に歌われていたソーラン節、疲れや眠気を吹き飛ばすためにソーラン、ソーランと掛け声をかけ、いさめ合って作業していました。踊り体験はそんな歌や踊りに込められた地域の人々の思いを考えるきっかけにもなります。そして練習の後、クラスごとの発表会です。恥ずかしさを乗り越え、一生懸命に踊る子どもたち、一人一人最高に輝いて見えます。子どもたちはもちろん、先生の方が感動しちゃうことも多いんですよ。わらび座の教育旅行にはたくさんの感想が寄せられています。最初は踊りたくないと思っていたのに、やってみたら楽しかった、クラスメイトの意外な一面に気づいた、達成感を感じた、
クラス、学年全体が一体となって踊れた。そして私も子どもたちと共に汗を流して踊ることで、一つ一つが本当に大切な出会いだなと感じています。わらび座の教育旅行、東北の歴史と文化に触れながら、子どもたちが自分自身の魅力を再発見することができます。こんにちは、後楽館の副館長、鳥形正人です。これから明治の芝居小屋、後楽館で体験できる教育旅行メニューをご紹介いたします。かつて鉱山で栄え、その歴史が継承されている小坂町。ここ後楽館などの建物が近代産業遺産として保存されています。後楽館は明治43年に小坂鉱山で働く人の福利厚生施設として建てられました。100年以上の歴史が残る貴重な芝居小屋です。後楽館にお越しいただきました皆様には、まずガイド付きの施設見学をしていただきます。芝居小屋ならではの舞台装置の数々、100年を超えて現役で活躍する仕掛けを案内してもらえます。当時の鉱山の社長さんがね、ポケットマネーで15万円今のお金にするといくらくらいと思いますか？約ね、7億円、当時のね、ここの鉱山の売り上げがね、秋田県予算の8倍ぐらいやった。ステージのちょうど真下に当たる部分でございます。周り舞台になっておりまして、直径が約10メーター、正確に言いますと 9.73 メートルございます。回し方はですね、こちらに棒がありまして、皆さん何箇所か棒がありますよね。力棒と呼んでまして、こちらの力棒に肩をかけまして、今でも4人の人力で回しております。今でも人力で回してます。これから皆様ですね、実際この回り舞台回していただくことになりますので、頑張って回してくださいね。客席の天井についているチューリップ型の電灯。後楽館は創建当初から電気が引かれていました。当時では珍しい電灯が設置された芝居小屋だったのです。そして中にはこんな場所も。こちらは林間席といいまして、戦前にはここに警察官が立ち寄り、思想上問題ある芝居をやってないか、政府を批判した芝居をやってないか監視していた場所です。施設見学の後は公演の様子を映像で鑑賞いただきます。涙あり笑いありの人情芝居を映像を通して感じていただけます。公演鑑賞の後は実際の舞台装置を使っての体験メニュー。歴史ある舞台に立っての役者体験、そしてベテランスタッフの直接指導による裏方体験、芝居小屋ならではの貴重な経験です。
館のある小坂町明治100年通りにはルネッサンス風のデザインが印象的な小坂鉱山事務所も並んでいます。合わせて見学いただくことも可能です。こんにちは、秋田内陸線観光アテンダント橋本です。私たち観光アテンダントは毎日急行列車に乗りながら観光アナウンスと車内販売を通して沿線の魅力をお客様にお伝えしております。これから秋田内陸線で体験できる教育旅行メニューをご紹介します。秋田内陸縦貫鉄道、通称秋田内陸線は北秋田市高野駅と仙北市角館駅を結ぶ全長 94.2 キロのローカル線です。その沿線には山の恵みを受けた地域ごと様々な文化が息づいています。秋田内陸線では沿線地域の文化を知っていただき、その文化から持続可能な社会生活の学びの礎にしていただくことを目的としています。今回ご紹介するのは列車に乗りながら楽しめるマタギ語りです。マタギは山のしきたりのもと集団で狩りを行う人たちです。秋田内陸線の走る阿仁地区はその発祥の地ともされています。自然と共に生きるマタギ文化は今改めて注目されています。今日の貸切車両は沿線の縄文文化をモチーフにした秋田縄文号とスマイルレールのシンボル車両エミ、窓が大きく自慢の景観を楽しんでいただける展望車両2両です。角館に向けて走り出した車両は10分ほど走って絶景の大俣川橋梁に差し掛かります。車窓からの眺めを楽しみながらマタギ語りに耳を傾けます。熊を仕留めて、仕留めることは山の神様の贈り物としています。それで一番最初にやることは熊といえどもいつものなので、仕留めた以上は展望会というこういう儀式をやります。儀式っていうのは山の神に授けてくれたお礼、また熊の魂を山の神が返すんだと、そしてまたたくさんの獲物を授けてくださいっていうのが献母会っていう儀式で、冬眠するためにこのようなふわふわの毛皮になります。夏毛はバリバリする感じとし熊毛になるんですけど、冬眠するためにはこれだけ柔らかい毛になります。コンディションなしでそう、かつてはそれぞれ両場を犯さないように、鬱陶は鬱陶、根っこは根っこ、ひたしないはひたしない、でそれぞれの両場で漁をしてました。ただ今はですね、もう人数が少なくなりすぎてですね、合同でやってると、この末っていうのにこう刺します。そうすると槍になると。マタギとして山に入る男性たちの自然に対する敬意と習わし、そしてそれを支える女性たちの生活、この地域に息づいてきた文化を感じてもらいます。その他の教育旅行メニューとして、幻想的な秋田の冬祭り紙ひのき内の紙風船揚げの制作ができる体験プログラム、そして世界文化遺産伊勢堂岱遺跡でのドローンを使った記念写真の撮影も準備しています。
四季折々の美しさを見せる秋田内陸線沿線の山々。訪れるたびに違った学び、新しい発見があるでしょう。心が動く、笑顔になれる秋田の三大劇場。プロに教わる踊り体験、わらび座教育旅行、登山文化の象徴、明治の芝居小屋後楽館、走る里山劇場秋田内陸線。お問い合わせは各施設にご連絡ください。